いいねーよっよっよっよ32せーのお好きにどうぞい、はい、ははえっ、ー

ワンアツーセーの、チェンジボーっとしてるときましよ突然。ひいきますよはいセーの、交代タセーの、交代タセーの、チェンジアチェンジアチェンジーア交代タイコータイトヨープ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  ワン、あツーあ、一緒にどうぞはい、はい さあ今のは一体何だったんでしょうか <laughs>、ねえー、その話は後ほど置いときまして私はモリブーですこれはグリブーですけどね僕も友達なんですよ仲がいいもんですから、えー、そんな僕がグリブーと呼ばれ始めたあ違うだモリブーと呼ばれ始めた、えー、小学校の時にですね掃除時間に廊下でバケツをひっくり返してどんどんどんどこた叩いてたらもちろん先生に叱られましたけど。 その時の快感が忘れられずに今に至っているわけです。そして中学校に入って新聞配達してドラムセットを買ってそのままバンド活動を始めました。でここの鹿児島大学ジャズバンド学部に入学しまして、<laughs> あジャズバンド学部じゃないですね。<laughs> あの工学部に入学しましてですね、えー、ここの工学部建築学科を卒業しまして、それから建設現場の現場監督を 7年間やってましたでその現場監督7年目にですねはしごから7メートル転落するという事故を終えまして7か月入院するという777というトリセブ7非常に縁起のいい体験をさせていただきましてですねこれは建築の世界はあちょっと厳しいなと思って足を洗ったわけですけどそれから縁がありましてインターネットの仕事を10年やってました。ネットを使って人と人とがつながってててて人人とととがががいくく仕事がとても面白くて 楽しかったんですけどそれも78年経った頃今からちょうど10年ぐらい前ですけど40歳以降どうやって世の中に役に立っていこうかなと思い始めましたで当時もその会社の役員をしてたんでそのまま会社の経営を引き継いで経営者になるのかもしくは自分なりの価値を新たな価値を見いだして独立してやっていくのかどちらかかなと思ってたそんな10年前に偶然ドラムサークルというプログラムに出会いましたドドララムムサークルというののはドラムセットの 愛好会同好会という意味ではなくてこの絵のようにいろんな人が輪になって世界中の太鼓を叩くというだけのことなんですけどその10年前にドラムサークルに出会った時本当に驚いたんですね。何に驚いたかというとその場で行われてたこと小さな子どもそれから一般の大人それからお年寄りで障害を持っている方それから日本語全然しゃべれない外国人みんな一緒になって リズムを共有して楽しい音楽を作ってたんですね。それ僕はびっくりして、隣の人に聞いていました。よく参加されるんですかいや、今日初めて来ました。いや、でもなんか楽器されたことあるんですよね。いや、楽器全然したことない。今日太鼓初めて触ったんですよ。本当ですか別の人にも尋ねてきました。皆さんお知り合いですかいや、初めて会った人たちばっかりです。僕はびっくりして、そこで、 今日初めてやった人同士ほとんどが楽器やったことない人たちで子供と大人という異世代間交流外国人と日本人という国際交流そして健常者と障害者という人たちの交流人間がつながり合わなければならないところでリズムがすごく役に立って一つになってすべて行われてたんですねいろんな人たち同士の交流が。これは今からの世の世中 人間同士が仲良くなっていくためにはすごく必要になると思ってこれ鹿児島に持ち帰っってやろうと思ったんですねでもその当時は今のように仕事ととししてて取り組むとは思ってませんでした土日の週末に自分の演奏活動の延長線上でやっていけたらなと思ってたんですけどいろんな書籍やビデオを取り寄せて毎朝4時半5時に起きて2時間ずつ勉強する日々が始まったんですけどいろいろそういったリズムとか 音楽のことを勉強すると特にリズムのこといろんな今まで知らなかったことが今すごく分かってきました特にリズムが人間の心と体に作用するいろんな効能についてですねそしてこれはもしかしたら自分の得意なリズムというのが今世の中にあるいろんな人間の心に起因するさまざまな社会問題子どもたちにとってはいじめとか大人たちにとってはうつによる自殺とか そういういい社会問題をいくらかでも軽減でででききるるお手伝いいがんんじゃないかなかと思ったんですね。それならこれはもう真剣に仕事自分の仕事として取り組んでビジネスとして取り組んでいこうという決意を持って1年発起きして40歳の時に独立してこの仕事を始めましたまあもちろん独立して3年間はですねほとんどお金のもらえる仕事はなくてそれはもう苦労しました、ねえー、だけど今はおかげさまでいろんな現場でこういった リズムによる心身のの活活性化の活動をさせてていいただいていますこういった野外イベントであるとかこういった社員研修であるとかそれからこういった大規模な全国規模のカンファレンスのクロージングであるとか対応させていただいています。でも普段日常的に関わっている現場は福祉の現場知的障害者施設においてはいろんな音楽活動盛んにされているのは皆さんご存知のことと思いますが。 聴覚に障害を持つ子どもたちデフキッズと言われていますそういった聴覚に障害を持っている子どもたちと一般の方々をつなげるドラムサークル聴覚に障害を持ってても視覚でリズムを捉えますそれから触覚でリズムを捉えます何も手話ができないとつながり合え,る合えないということはないですリズムをみんなで共有すればコミュニケーションが取れて楽しい場が作れるそういった活動も行ってますしあと医療の分野 医療の分野では僕はほとんどといいますか全部精神科の分野なんですが高齢者施設の認知症を患ったおじいちゃんおばあちゃんたちリズムとか昔懐かしい曲で刺激を与えると突然覚醒し出して忘れてた家族の名前を思い出したりということが実際に起きますそれは去年公開されました「パーソナルソング」という映画でドキュメンタリーにもなってますのでぜひ機会があったら見ていただきたいと思うんですがそれから うつ病のデイケアですね。うつ病の患者さんたちどよーんとしてます。だけど太鼓の音がなってくると体がだんだんと起き始めます何だろうと思って目を開けるとそこに太鼓がでもどうやっていいのかわからないので最初は太鼓の上に手を乗せてみるそしたら周りからゆったりとしたドン「どんどこどん」ドンって音が聞こえてくるので振動を伝わってきますそれでリズムを感じ始めると試しにドンと叩いてみよう。 そうすると向こうの人がドンと返してくれる今度はドンドンと立ててみよう向こうの人がドンドンと返してくれるそうやってリズムによるコミュニケーションができてきますそうするとだんだんと手が動いてきて皆さんとそこにいる人たちとつながり合うそうすると沈んでた表情がだんだんと口角があってにこやかな表情になってくるそういう変化が実際に起きますこれは事実ですそれから精神科の入院病棟ですね 昔は精神病と言ってましたが今は統合失調症とか自律神経失調症とかいう病名がついてますそういった患者さんたちそういった患者さんたちの作業療法プログラムとしてドラムサーク学取り組んで頂い,いてるんですけどいろんな作業療法のプログラムあります編み物をしたりとか焼き物を焼いたりとか卓球したりとかカラオケやったりとかそういう一般的な作業療法プログラム一切やろうとしない患者さん寝たきりです ですけど作業療法室からゆったり音してないですから病室までなんとなく聞こえてくるんですね。そしたらぬくっと起き上がってだんだんと足がその音楽室に作業療法室の方に吸い寄されるように近づいていく。僕中学校の時に大好きなスタンリー・キューブリック監督それからジャック・ニコルソン主演の 格好のその上でという映画を見て大変衝撃を受けました。こんな世界があるんだと思った。で、今私が関わっている精神科の入院病棟まさしく、その映画の通りの世界です。作業療法室から患者さんたちが近寄ってくるのを見ていると、本当にこういうゆっくりなリズムで3人4人とどんどんそういう人たちが増えてくるんですね。まさしくあの映画の世界です。 そういう患者さんたちの変化をいくらかでも治療に役立ててもらえないかなと思って、この活動を続けています。まだ一般には作業療法プラグのプログラムとして認知されていませんけど、ぜひいろんな精神科の先生方とか大学の先生方とかが研究していただいて、ですね、そのエビデンスの確率を持って全国に広めていただけたらなというふうに思っています。そして教育現場ですね。小さな子どもたち、幼稚園、保育園の子どもたちから小学校、中学校、高校、大学と、 いろんな場で活動させていただいてますけど、そういった大人への階段を一歩一歩踏み進めるに従って、なぜか子どもたちというのは、自由な表現とか旺盛な好奇心というのを失っていくようです。そこを僕がそういったリズムの場でスイッチを入れてあげることによって、いくらかでもその歯止めをかけてあげたいな、大人になっても子どもの時のような好奇心、子どもの時のような自由な表現力を持って世の中に出ることで、いろんな革新的なアイデアとか、 皆さんが共有できるような素晴らしいアイデアを持って世の中を革新的なところに連れて行ってくれるんじゃないかなという思いで子どもたちの現場もやっています。こんなことがありました。ある決して偏差値高いとは言えないような高校です。夏の暑い時でした。男子高校生は胸をはだけ、女子高校生はスカートをひらひらパタパタ。先ほどのように皆さんのようにすぐには反応してくれません。全く無視されている状態。四面楚歌どころではないですね。 でも、そういう場こそ、僕は燃え上がります。ね、絶対諦めないぞ。ね、絶対諦めない。なぜなら、僕は仕事をしてきてるので、この場を成立させないと。ね、次から仕事をいただけない。家族六人で食っていくためには、必死です。ね。で、もう後半も後半も差し掛かった頃。ようやく音楽好きな高校生が、ね、何人か五六人。なんとなく付き合って、リズムセッションを始めてくれます。そういう音が出始めると。壁際でふんぞり返ってた高校生、ね、足組んで。 表情は変わらないですがその組んでた足がピコンピコンと反応し始めで僕はそれ見て「イエーイそれでいいんだよ!」ってねで音を出してくれた高校生も帰り際に楽器を片付けるのを手伝ってくれました「大分さん今日はほんとすいませんせっかく来ていただいたのにもっと叩き方がかったんですけどいいのいいのそういう変化が大事」ねでそういった子たちが世の中に出てリズムでスイッチを入れなければならない時にきっとその時のことを思い出してくれたらなと思います。 さあ、最初の皆さんのテーブルドラミングクラッピングねあれは何だったんでしょうかいろんなスイッチが入っていたことと思いますリズムによって、ね、この場を楽しもうというスイッチかもしれません横と前にいる人とつながろうというスイッチかもしれません、ね、せっかく来たんで何かお持ち帰ろうというスイッチだったかもしれませんそういったリズムによるスイッチをどんどん意識して増やしてほしいなというのが今日の私のテーマですでも無意識に皆さん日常的に「よっ!」とか「はっ!」とかね 掛け声によって人と勢い合わせるとかいうリズムによるスイッチは入れられてることと思いますそれをよ,しより意識して増やしていただきたいということですお家に帰ったとき暗い室内電灯のスイッチを入れるのもただ何気に入れるんじゃなくてよっはっ広い玄関がある人はターンしてポンみたいなね、そうするといつまより明るいお家になるんじゃないかなというふうに思っていますけどそれからあの 掃除をしたりとかお洗濯したりとか女性の方が台所仕事をしたりとかそういう時に偶然ラジオから聞こえるリズム音楽によってリズムよくねなんか作業がはかどったような気分になったことを皆さんご経験あるかと思いますそれは実際にはかどってるんです時間が短縮されてるんですこれは昔から研究されててなんと100年ぐらい前にドイツのエル・クラーゲス先生が書かれましたリズムの本質という本があります今も出版されていますけど それれに書書かれててていいるのののは音楽のリズムのことはあまり書いてなくて人間の心と体のリズムとか宇宙のリズムとか環境のリズムとかそれからこういった建築のテクスチャーのリズムであるとかそれからドイツの先生ですの工業製品の製造ラインのリズムとかあらゆる人間社会生活の中にリズムが介在してそれがリズムが人間を支配してるとまで書いてあります。あと貧乏ゆすりですね。 いやもうつまんない話になんかつまんないなと思いながら貧乏ゆすりされてる人ももしかしたらいるかもしれませんけどえっとあれはタッピング効果といいますですねあの人間の気持ちを落ち着かせるという作用があるとされてますね一般的にはよくないこととされてますけど気持ちが落ち着くんですね貧乏ゆすりあれは吹きそこにだんだんやってる人なかなかいいないと思います何か信号を送ってるのかなみたいな<笑>ね<笑>それから皆さんが生まれてから亡くなるまでずっと刻み続ける心臓の鼓動ありますねこれは ドっくんどっくんどっく3拍子ですドっくこれに皆さんが健康な方は移動するときに必ず使う歩行というリズムこれは足が2本あるので自然に2拍子です心臓のリズムの3拍子と歩行のリズムの2拍子ドっくリリんどっくんどっくンどん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 ど 不思議ですねなのでリズム感がないとおっしゃってる方はい,、ね、いらっしゃると思いますけどリズム感がない人はいないんです皆さんリズムを持ってるんですねなので、えー、そういう自己完結型のリズムだけじゃなくて人とつながるときも是非、ね、リズムでスイッチを入れてほしいと思います「あうんの呼吸通過の中」ね「今日の会議つまんなそうだなと思ったら先ほどのようにテーブルドラミングやりましょう」ね「<laughs> ぜひいろんなアイデアがどんどん出てきて会議も早く終わって、ね、そのアイデアによって会社の業績はドーンとアップみたいなね そして、えー、宴会、ね、宴会では3本締めよくやりますけど始まりにもやりましょう今日の打ち上げでもぜひや,やりましょうワンツースリー乾杯そうすると宴会もドーンと盛り上がって早く終わって早くお家に帰って健康にもいいと <laughs> いうことになるかと思いますとにかく今の自分をリズムの中で見つめるとリズムの中でちょっと先ちょっと先の未来に対してリズムでスイッチを入れるというお話でしたじゃあおしまいにおしまいのスイッチもリズムで切りたいと思います皆さんご協力くださいいいいいはははははい、はい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 